はい、じゃあ、Docker in CI というタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。拍手。まず簡単に自己紹介とか会社紹介をします。名前中村智成と申しまして、SNS とかではいきっこ IKIKKO で、やってます。一応由来は僕長崎の壱岐出身なんですよね。でそこの壱岐の出身で、まあ、今東京、住んでるところは東京なんですけど壱岐出身なんで壱岐っ子ってやってます。所属はヌーラボという会社でバックログのプロジェクトマネージャーとしてやってまして、プライベートでは全勤そのユーザー会とかでやってます。ちょっと1年前2年前かな、最近ちょっと動いてないんですけど 1,2 年前とかのユーザーカンファレンスとかあれとかをやったりしてました。で、ヌーラボの中ではそのバックログの他にジェンキンスとか好きなんで、まあ、その辺やってて、まあ、ちょっと後から全体像としてこれ出すんですけど、ここら辺で、まあ、ジェンキンス職人として動いてます。で、別のものが、僕のことジェンキンス職人を愛することということでなんかいろいろ書いてくれてすごい愛ある文章とか書いてもらってます。で、先ほどちょっと、まあ、これ、1月の、やつであったんですけど1月にやる予定で、まあ、前乗りしてたんですよね。ただ、前乗りしたんですけど、その、もともと染田というものが発表する予定で、まあ僕 LT で2人で前乗りしてたんですけど、まあなんか、開催延期がっていう話が出て、すごいなんかがっくり出ました。では、ちょっとそれで、なんかもつ鍋食べて帰るのも寂しかったんで、2人で、まあプラスもう1人同僚と一緒に、3人で、ちょっとホテルじゃないけど Airbnb の、家で、まあ、3人で勉強会開いて、すごく大爆笑をしたして、発表大爆笑したというところをが、前回のところです。で、まあ、今回ちょっと気持ちを改めて、こちらに来ました。まあちょっと、簡単にうちの紹介しますね。3拠点、うちヌーラボ3拠点ありまして、福岡が本社で、今中洲なんですけど明後日かな月曜日に、もうちょっと大名の向こう側に引っ越します。もしよかったら皆さん遊びに来てください。あ、飛んでった。で、僕は先ほど言ったように東京の、支店に行って、あとは京都にあります。で、支社がニューヨークにもありまして、そちらの方でももう現地の人とか採用して、実際に開発とかをやったりしてます。あとは、拠点というのはないんですけど、支社というのは拠点はないんですけど、台湾とかシンガポール、まあ、ベトナム、アリゾナ、ここら辺に、現地のスタッフがいてマーケティングとかデザイナーとか そういったのを、やったりしてます。で、うち3つのサービスがあります。まず一つ、僕がメインで携わっているバックログなんですけど、あ、ちなみにバックログをご存知の方ってどれぐらいいます？あ、ありがとうございます。まあ、ここはあまりバックログそんなに関係ないんで簡単に、もうプロジェクト管理ツールです。以上。次、架空というやつがあります。これ200万ユーザーぐらいで、架空っていうのが、オンラインの、まあ、お絵描きツール、オンラインでできるパワポとかをもうざっくり思い描いてもらえればいいと思います。で、200万人ぐらいで、日本で今2割ぐらい、残り8割が世界の方なんですよね。だから200万やと、40万ぐらいが日本やけど、それ以上160万とかもうそれぐらいは世界で使われてるという形です。で、これ、実はフラッシュ、今フラッシュなんですけど、やっぱフラッシュっていろいろあるじゃないですか。で、それがとうとう今、リプレイしてます。今フラッシュベースなんですけど HTML5 とか TypeScript5 とかをやってるんで、これ今募集してるんで、皆さんなんかすごい興味がある方ぜひ応募してください。で、3つ目が TypeTalk っていうチャットツールです。これもうあまり説明のところが正直ないんですけど、まあ、チャットツールです。なんか他のチャットツール、まあ、スラなんとかさんとか、ヒップなんとかさん、なんとかワークさんとかと比較というのも、まあ、あんまりチャットツールやから細かい機能はもちろんあるんですけど、大きい機能はそこまでない。まあ、強いて言うならば、うちのサービス、そのバックログとか架空とかその辺の連携とかは、今でも普通にやれてますし、まあ、今以上に連携を強化していこうというのはあります。まあ、この辺ももしよかったら、バックログのユーザーとかもしよかったら使ってみてください。というので、3つですね。で、まあ、これ、コンテナ勉強会
なので、一応 Docker のお話をします。うちで、Docker で使ってるのが、まあ、いくつかありまして、ウェブサイトとか、あと社内ツール、CI とかがこの辺で主で使ってます。で、プロダクションには正直、ちょっとまだいろいろ懸念点とかが多くて、まだ採用できてないっていう感じです。で、まあ、今回、お話しするのはここの CI ですね。まあ、一番うちでも CI がメインに使ってるんで、ここら辺を、ちょっとお話ししたいと思います。で、CI でのユースケースですけど、まあ、大きく2つかな。ジョブの実行、まあ、実行環境とかに使うのっていうのと、CI のクラスター、なんと言ったらいいんですかね。CI、まあ、ジェンキンステート、スレーブというか、そういった、サーバーとして使う、サーバーをクラスタリングしたりとか、そういったのに使うというのがあると思うんですけど、ここでは、ジョブの実行に使う方を、説明していきます。まあ、以降、ちょっと具体的に説明していきます。ということで、前振り長かったですけど、アジェンダがこんな感じ。まあ、CI を取り巻く環境ということで、取り巻く環境、この1の方では、あまり Docker、Docker という話ではなくて、まあ、今こういう CI の、ちょっと前までこういう CI の環境でした。で、それでちょっと問題点があったので、Docker でこういうふうに解決していきましょうっていうのがそこです。で、2番目がその辺で実際にやった時のチップスとか、そういったのを、紹介したいと思います。まず CI 取り巻く環境で、うちの、ヌーラボの環境を説明しますね。まあ、うちサービスで使っている技術、まあ、いっぱいバーって出したんですけど、まあ、いろいろ使ってますと。メインは JVM 言語、メインとなるところは基本 JVM の言語なんですけど、まあ、後ろの方を何でも使っていい、基本何でも、その個人の裁量に任せているというのもあります。で、まあ、後ろDB もなんか MySQL 使ったり Postgres 使ったりとかで Redis 使ったりとか、まあ、とりあえずいろいろあります。ここはあんまり細かいことを言ってよりいろいろありますっていうところを言う感じです。 でなんかいろいろあるんで、それこれ CI に載せた時にやっぱりその分いろいろ考えなきゃいけない。で、こっちではこっちのビルでは MySQL、 こっちは Postgres なきゃいけないとか、こっち Redis 入れてるとか、そういったのをちょっと、やっぱ結構大変っていうのがまずバックグラウンドとして言いたかったことです。で、CI/CD の概要として、まあ、うちこんな感じでやってますってのを、ちょっと簡単に説明します。まあ、ガーって述べてるんですけど、大きく上が、アプリケーション側のフローで、下がサーバー側のフロー。で、基本的に両方とも、Git で管理して、まあ、バックログの Git で管理して、それを CI にかけて、みたいな、そういう流れです。あんまりこの細かいところはあれなんですけど、まあ、アプリケーションの方はアプリに、まあ、プッシュしたら、それをグレードルとか SBT とかで、ビルドして、それを成果物を、例えば、アーティファクトを、S3 に置いて、かつなんか、最終的にそのスタティックファイルというか、静的リソースは CDN に持ってきたいんで、まあ、それも S3 に置いて CDN にするとか、そんな感じです。で、サーバー側の設定とかも、基本同じような感じで、インフラコードというか、コードに落としておいてプッシュする。で、それを例えば、パッカーで、パッカープラスアンシブルで、AMI を作って、で、その AMI からなんかサーバースペックかけつつ、一つのインスタンスにして、最終的にそのアプリで作った成果物と、そのインスタンスを、ファブリックとかでデプロイするみたいな。そういう、アプリと、サーバー側も両方とも、全部コード化されて、こういう風な CD というか、にやってます。あ、CD、あれですね。CI っていうのは、まあ、CI、継続的インテグレーション。CD は継続的デリバリーとか、まあ、ちょっと、リリースとかデプロイとか、その辺まで含めた流れの話ですね。で、この中で、ジェンキンスの仕事としては、この辺、こんな感じかな。テストを実行したりとか、成果物、を作ったり。でそれを S3 にアップロードしたりとか、あとは、先ほどの図で言うと、まあ、ここら辺 AMI 作ったりとかですかね、そういったのを、やっておりました。で、1月の時点では、この辺を、Docker 化したのがこの上の4つら辺だったんですけど、まあ、ちょっとそれからアップデートしまして、1月以降でちょっと最近この辺を対応してて、対応できました。なんで、基本的に先ほどの図で言うと、大体、多分ほぼ全部かな。全部の、中をドッカー内ずつ、できているという状況です。
で、まあ、ざっくり数で言うと、ちょっとこれ1月の時点でもうちょっと増えてるかもしれないですけど、まあ、170ジョブとか260ビルドが結構、いろいろ動いてるって感じですね。で、開発の流れですけど、まあ、ここあんまり、そんなに特筆することはないんですけど、まあ、プルリクエストベースでやってますと。で、ブランチ切って、適当に溜まったらプルリクエスト出して、いろいろレビューして、みたいな感じ。で、ブランチ戦略もそんなに、あまり細かくは関わってきません。まあ、マスターあって、ディベロップブランチがあって、何か開発するときはフューチャーブランチ切ってから何かやるとか、で、適宜プルリクエスト出す、みたいな感じです。まあ、流れ、今の感じですね。バグ修正と機能追加のためにブランチ切って、でその後、作業が終わるとプルリクエスト出して、みたいな、そういう流れです。タグ付けのところとかもちょっと、やってます。まあ、タグを付けたらそれを、ウェブフックでジェンキンスが検知して、この後のテストとかやった後、それ、成果物作ってアップロードするみたいな、そういった流れ S3 にアップロードするというのを、まあ、ここら辺は自動化にやってるプロジェクトもあります。で、それでその前提で、じゃあ成果物が S3 の上に上がってるんで、じゃあリリースしましょうとかなったら、チャットオプスとか言われてるやつですかね、チャット上で、デプロイなんちゃらってしたら、それを Webhook でジェンキンスが受けて、ジェンキンスが、実際のリリース作業、S3 から落としてきて、アプリ入れ替えて、アプリなんちゃらなんちゃとかする。で、最終的には、できたよって知らせる。みたいな、チャットオプス的なのを、やってます。で、これちょっと今、簡単に、まあ、Docker とか関係ないんであれなんですけど、最初、うちもヒューボットを使ったんですよね、この辺。このチャットオプスやるのって結構ヒューボットとかで、やるのが割と一般的なんですけど、今だと、ジェンキンスのタイプトークプラグイン使ってます。もともとこっちヒューボットでやったんですけど、ちょっとヒューボットのメンテがあまりうちだとうまくできなかったんですよね。コーヒースクリプトで作られてるとか、あとヒューボットをちょっとあまりうまく管理できてなくて、そのサーバー上のヒューボットスクリプトをサーバーに入って直接いろいろ書いたりとかしなきゃいけないとか、あんまり使われてなかったんです。で、結局最終的にもジェンキンスを叩くならば、もう最初からジェンキンスに叩けばいいやみたいな感じで、このタイプトークプラグインっていうのを作ってやったところ、まあ、チャットオプスがすごいうちの中で流行り出したみたいなのがありますと。デリバリーの流れは、まあ、今言った感じですね。今、ずらーっといったことを、まあ、簡単に言うとこんな感じでやってますっていうところです。で、ここまでが、あんまりどっか関係ない、こういうふうにやってますっていうのがここまでです。で、じゃあ、それ、ここから、どっかでどういうふうに関わってくるのっていうのが、今から、まあ、この勉強会の、一番の趣旨ですね。で、CI 環境の全体図としては、先ほどの図を、図としたらこんな感じになりますと。CI のトリガーとなるのが、まあ、バックログにプッシュしたときとか、あとは、そのさっき言ったタイプトークにチャットで、リリースしろみたいなとき、この2点ですね。で、これやったら、ジェンキンスが受けて、で、それを、ジェンキンスが実際に、どこで実行するかは、まあ、スレーブとか、EC2 とか、それ以外のスレーブとかでやってるというような流れです。で、このバックログ、ジェンキンスバックログプラグインでやってるのが、なんか5年後の書いてるんですけど、一言で言うと、GitHub と Travis みたいな感じですかね。GitHub でプルリクエスト出して、で、なんかしばらくしたら Travis で 裏で走って、それをテスト結果をコメントじゃないけど、ステータスやったっけ、あれになんかやるような感じ、それをバックログとジェンキンスで実現してるのがこれです。まあ、プッシュしてプルリクエスト作ったら、裏でテストが動いてて、で、テストが OK というか、テスト結果を、まあ、ちょっとステータスみたいなのないんで、コメントとして、登録するみたいな、これビルドサクセスみたいな、そういったのを、プラグインで作っています。で、こういうふうにしてると、まあ、メンバー、今ちょっと結構今、うちも人が増えてきたり、で、サービスが増えたりとかで、かつテストするブランチが増えたんですよね。今まで割とマスターブランチとかディベロップブランチ、固定の何個かしかかけてなかったんですけど、プルリクのも、テストするようになって、もうプルリクって結構ずっと出されるんで、1日に何十とか、何十は言い過ぎか。でもまあ、4、5個とか出されることも多いから、その度にテストがガーって走ったりとか。
してましたと。まあ、人が増え、ブランチも増えて、テストするブランチが増えた。あと、最初の方に出しましたように、結構いろんなもの、各サービス、プロジェクトによっていろんなのを使ってるんで、それの実行環境がすごい大変だよねっていうのが、整えるのが大変だよねっていうのが、結構問題として上がってました。で、やっとここ、もうちょっとか。で、まあ、その辺の問題でやっぱ、まあ、スローテストとかスレーブのメンテとか大変、こういった話が上がってました。まあ、スローテストってよりちょっとあれかな、リソースのロックとか、競合とかかな。例えば、マイスケールだとあれやけど、まあ、ちょっと、いくつか、同じような、例えば DB を、いろんなプロジェクトで使っててとか、いろんなジョブで使ってて、うまく、使えないとか、そういったのがあったりとか、あとはどっちかというとこっちかな、スレーブのメンテが大変で、新しくスレーブ立てるときにも、それでその、どのジョブ、例えばこのジョブに必要なレジス入れたりとか、マイスケール入れたりとか、それは結構大変というのがありましたと。この辺が結構大変っていうのが、ずっとあってて、じゃあそれを解決するのがやっと Docker が出てくる感じですね。で、Docker が解決したってこととは、まあ、さっきの2つに対比させると、まあ、スローテスト的なところで、ブランチごとに、環境が、独立できるんで、まあ、他の、ブランチとか他のなんかリソースの競合とか待つ必要ないし、まあ、いざとなったら並列で、スレーブガンガン当たって並列で実行できるとかがあります。で、まあ、そのスレーブのメンテが大変っていうのも、基本的には、スレーブには Docker 入れるだけ、まあ、Docker エンジンが動くだけっていう形にして、それぞれに必要な、ビルドのものとか、まあ、SQL、レジスとか、あの辺は Docker ファイルに書くようにする。で、なんで Docker ファイルさえ見れれば、Docker ファイルにして、Git プッシュしておけば、ビルド時にその Docker ファイルを見て、必要なのをインストールする。みたいなの流れにした。で、すごく、スレーブが簡単に上げ下げできるようになったってのがありますと。で、そういう中で、まあ、結構そういうのをちょっとずつ進めていったんですけど、まあ、5つぐらいやっぱりキーポイントというかチップスがあったんで、まあ、ここで紹介しようかなと思ってます。まず1つ目がスレーブの構築方法をシンプルに保つってやつですかね。さっき言ったように、まあ、基本スレーブはもう Docker だけインストール、まあ、Docker エンジンさえ動くようにしておきます。で、それ以外のやつは全部 Docker ファイル、プロジェクトに必要なやつは Docker ファイルにします。で、主にうちではそのジェンキンスとあとは AWS の EC2 使ってるんで、まあ、ジェンキンスの EC2 プラグインっていうやつ使ってるんですよね。で、これどんなものかっていうと、まあ、必要な時、なんかトリガーが起きた時、まあ、必要な時自動でもいいんですけど、何かスレーブが必要になったらジェンキンス側が検知して、EC2 のインスタンス立ち上げて、で、立ち上がったらそれをスレーブとして自動登録してくれるみたいなのをやってくれます。で、これで、なんでスレーブ立ち上げる時に、まあ、EC2 の例えば、AWS CLI とかあとマネジメントコンソールからインスタンスとか立ち上げてそれをジェンキンスに登録するとか、そういう手間はなくて、もう、ジェンキンス上の画面から、ポチッとするとか、まあ、もっと言うなら、まあ、足りない時に自動で上がってとかができるようになります。で、かなり、楽にできます。で、インスタンスは上がるけど、まあ、最低限、やっぱやらないことがあるんですけど、それも最低限も本当に最低限で、見にくいな。例えば、まあ、ちょっと最初はデータボリュームをつけるっていうか、まあ、ちょっとデータは結構どっかいろいろやってたらちょっと 重くなるというか少し容量が大きくなるんで、まあ、100GB ぐらいちょっとディスクつけてとかで、あとはもうどっかインストールするくらいですね。このあと最後一応オプション的にどっかコンポーズやってるけど、まあ、なくても、いいかなぐらいなところです。で、この辺のうまいところはやっぱ、基本的にスレーブの起動が早い、もうどっかインストールするぐらいなんで、基本 EC2 のインスタンスに、起動にかかる時間だけ、これをなんかスレーブをなんかすごい用意しようとすると、下手したら例えば 前まではちょっと、アンシブルとか使ってなんか全部スレーブ立ててプロビジョニングしてうんぬんとかしようとしたんですけど、まあ、メンテナンス結構大変やしスレーブの起動も結構大変とか、でその辺があったんで今はこういう感じにしてます。でもシンプルなんで基本的にどこでもスレーブを立てられる。で、
今は割とメインでは AWS 使って EC2 を使ってるんですけど、まあ、GCP とかでも別に立てようと思えば立てれますし、実際ちょっと今検証で GCP に立って割と、まあ、そもそも立ち上がって普通に使えることは分かったんで、ちょっとそっちも検討しようかなと思ってます。やっぱ起動速度、 GCP は結構起動速度が速いのはうまみなんで、こういうテストの時に、まあ、すぐ上げ下げとかがやりやすいんで、その辺を検証しようかなと思っています。で、2番目が Docker ファイル1つでテストするってところですね。どういうことかっていうと、あ、まずシンプルな、ジョブの構成例は、例えば、グレードルがあったとして、まあ、グレードルクリーンテストとか、これが Dockerize されてない前とします。で、Dockerize するときは、まあ、単純に Docker run なんちゃらでやって、あとはそれで、実行のコマンドでそのままグレードルクリーンテストする、まあ、こういうのが基本のパターンですね。で、例えばですけど、ここで、Redis を使いたい、ジョブがあるとします。ジェンキンズのジョブがあるとします。もうこれも、多分なんかプロダクションとかでやるよくある、ベストプラクティスとかだったら、コンテナを2つ上げますよ。レディス上げて、なんかもう1個上げて、じゃあそのもう1個の方からレディスにつなぎましょうみたいなのがあると思うんですけど、テストに限って言うとあまり僕たちはそこに正直こだわってないっていうのがあります。でも単純に、まあ、レディスレーターと、サービスレディスサーバースタートで、その後、グレードルかな、グレードル叩くみたいな感じにしてます。もうこれで結構、Docker ファイルというか、その Docker 自体の設定もシンプルにできますし、あとはもう一つメリットは、ローカル環境とかと同じようにできる。例えば、コンテナ2つ上げたりすると、その連携って、環境変数とかで渡したりとかがあると、ポート番号環境変数で渡したりとかがあると思うんですけど、ローカルにあるんで別に、ローカル開発環境って多分基本的にローカルホストを叩くとかやってると思うんですけど、それと同じようなのが使えるっていうのがあります。で、デメリットもあまり正直見当たらない。まあ、そのちゃんとなんか冗長プロダクションにするときに、プロダクション環境でやるときに冗長性考えたりとか、そういうのをやったら2つに分けるべきだと思うんですけど、 CI とかやったら、まあ、そこでだけ動けばいいし、もうすぐ終わったら落とすんで、まあ、1個にするっていうのはかなりメリット、これだけでかなりメリットがあるんじゃないかなと思ってます。っていうのが、まあ、この辺いったところかな。うん、まあ、ベストプラクティスだと、コンテナ分けてコンポーズで、管理するとかもあるけど、テストとか CI に限っていや、多分1個の Docker ファイル1つだけでも十分じゃないかっていうのが今のところです。で、3つ目、キャッシュを有効に使うってところですね。キャッシュにも、まあ、大きく2つあるかなと思ってます。1つ分かりやすいのが、Docker イメージのキャッシュですかね。 Docker イメージで言うな、まあ、Ubuntu とか Cent とかその辺の、ベースのイメージがあって、それを、まあ、それだけだとやっぱ使えないんで、MySQL とか入れたりとかなんちゃらして、でその辺の、もうちょっと毎回ビルドするのは大変やから、インハウスのレジストリーに、プッシュしておくとかではあります。で、この辺はまあ、まあ、そんなに、いいかなと思ってます。で、ちょっと問題となってくるのが、2つ目、依存ライブラリのキャッシュのところかなと思ってますと。で、どういうことかっていうと、まあ、アプリケーションとか、サービスを動かすときって、大体、依存ライブラリ、よっぽど小さいやつじゃない限り、依存ライブラリを使うと思うんですよね。Java やったら Maven とかやし、Ruby やったら Gem とか、他、まあ、何でもあると思うんですけど、あの辺とかを、使うんで、でもそれを毎回ビルドのたびに、依存ライブラリーをフェッチとかダウンロードしていくと、もうちょっと時間かかってやられない。で、まあ、やっぱなんかうまいことキャッシュしとかなきゃいけないよねっていうのがここです。で、いくつかちょっとうちの中でもやってて、まあ、3パターンぐらいに分けられたんで、ちょっと3パターン紹介したいなと思ってます。1つ目がホストディレクトリーパターン、なんて言ったっけな、ホストディレクトリーパターンって、まあ、うちが勝手に名付けてるだけなんであれなんですけど、こういうパターンですね。どういうことかっていうと、どっかホスト側にもうキャッシュを持ってて、コンテナ、どっかランするときに、マウントして、そのキャッシュのディレクトリーマウントして、それを使うみたいなやり方です。で、コマンド的には今言った感じですね。ロッカーランに、-v でマウントする感じですね。例えばグレードルやと、デフォルトやと、ホームのドットグレードルに来るんで、これをそのまま、ドッカー実行時のルートのグレードルに
当ててある。そしたらそのままドッカーコンテナ内でそのホスト側のキャッシュをそのまま使えるという形ですね。まあ、メリットとしてはその複数ジョブ間での共有が、やれる。同じような似たような構成の、ジョブがあって、それ例えばマスターブランチを、ビルドするジョブとディベロップブランチをビルドするジョブ、まあ、ほぼ依存ライブラリレベルだとほぼ同じやけど、それを例えば、こういった形だと複数ジョブ間で両方のジョブで共有できるみたいなのがあります。デメリットとしてはちょっとパーミッションとかロック問題っていうのがあります。パーミッションっていうのはちょっと後から詳しく述べるんですけど、だいたいこれマウントするときにちょっと問題になってくるところなんですよね。でこの問題はちょっと後からも出てくるんで後から詳しく述べます。でロックの問題っていうのは、ビルドツールによっては例えばこのグレードルドットグレードルとかを一つのジョブでしか使えないとかがあるんですよね。複数同時に発射させるとちょっとロック引っかかっちゃって実行できないとかがあるんで、その場合その複数ジョブ間での共有とかのメリットがなくなるとかはあります。で2つ目が事前のビルドとかってやつですね。まあ、Docker ビルド時にもう、キャッシュライブラリキャッシュライブラリも全部、ダウンロードしておいて、それをそれごとビルドイメージにするで、あとそれを使うっていう感じですね。まあ、これも割 と、やられてることでちょっと見えにくいかな。まあ、Docker ファイルで、まあ、リクワイアメンツテキストという Python の、ライブラリ書くやつがあるんですけど、これリクワイアメンツテキストを、元に、pip install-r リクワイアメンツテキストで、Python のライブラリを先に Docker ファイル内で Docker ビルド時にもやっておく。で、Docker ランの時はもうそれ使うんで、もうそのコンテナにもライブラリ入ってるんで、まあ、そのまま叩けばいいだけよねっていう形ですね。まあ、メリットは、さっき言ったようにマウントとかがしないんで、ちょっとパーミッションに関わる問題がないっていうのがあります。まあ、デメリットは、依存関係変更した場合、まあ、そのビルドの、コンテナの中のライブラリとかをもう一回作り直さなきゃいけないんで、その場合毎回もう一回、キャッシュというかビルドイメージを作り直す必要があるっていうところですね。まあ、そんなに依存関係が変更されることはあんまり多くないと思うんで、そこまでデメリットじゃない時も多いかもしれないです。で3つ目が外部キャッシュってやつです。まあ、これ、もうそのまま外部側にキャッシュを持っておこうっていうやつです。例えば S3 の方に、キャッシュ群、キャッシュしたやつをもう全部、タージットとかターボールに固めておいて、ドッカーランするときにそれを持ってくるみたいな感じにする。で例えば、コマンドのイメージとしてはこのような感じですね。最初にカールで例えば S3 上の、イメージもうあらかじめ固めておいたイメージを取っておくみたいな感じです。でこれメリットはやっぱ初回実行でもやっぱすごい早い、もう常に固まってるんで、それを外から取ってくればいいんですごい早いです。まあ、ちょっとデメリットはやっぱ外部にキャッシュ、この場合だと S3 とかに置いておく必要があるとかで、ちょっとアプリの、このアプリの中の外側に管理しなきゃいけない他でちょっとやっぱ、少しその辺の手間はあるかなっていうのはあります。ちなみにこれ、トラビスとかでなんかこんな感じでやられたんで、ちょっと試しにうちでやってみたところ、あこれ結構、割とありだねっていう感じでやった感じですね。っていうのがまあ3つ挙げてきました。まあちょっと、比較表とかは挙げたんですけど、まあ、今話した感じです。でうちではまあどれがどれかっていうのはあんまなくて、割とこのこれ2つかな、ホストディレクトリーパターン、事前ビルドパターン、この2つでもう半々ぐらいでやってる感じです。外部キャッシュのパターンはまあ割これ発想的には結構好きなんですけど、ちょっとやっぱ外に置かなきゃいけないのがちょっと面倒くさいなっていうのは正直なところですね。でまあ本当に外部キャッシュが全然動かないようなやつ、もう1回依存ライブラリとかほとんど動かないようなやつだったらこれ結構やってたんですけど、まあ、あんまりちょっとやっぱ手間があるんであんまりやりたくないなっていうのは正直なところですね。でなんで2つをやってます。よしで、4つ目、あと何分ぐらいですか。あんまり気にせず気にせずちょっと水飲んでいいですか、疲れてみた。あれどこ行ったっけ、ちょっと待ってください。
あれどうするんですか。どこだ。いいね。じゃあ、4つ目からいきます。ビルド後にコンテナを削除するってやつですね。ドッカーなんとかしてて、なんかあんまりうまくやらないと、コンテナがずっと、上がりっぱな、ゴミコンテナがずっと上がりっぱなで、で結局それがなんか、いつの間にかホスト側を圧迫するみたいなことがあるかなと思います。その辺の話をしようと思います。まあ、そもそも、なんですかね、CI とかでやった場合、そのファイル、コンテナ内で作ったファイルをホスト側で読みたいとかがいくつかあると思います。例えばテスト結果とかちょっと見にくいんですが、まあ、テスト結果を、読んできて、ジェンキンス側で読み込ませて、それでグラフ化するとか、そういったのがあるかなと思います。でそういった時の話ですけど、2つ、まあ、大きくやり方があると思ってて、1つはワークスペースをマウントする形ですね。まあ、この辺はいいとして、ドッカーランするときに、まあ、中が出てきたように -v で、ワークスペースをマウントしておく。でこの、ワークスペース上に例えば今だったらテストの結果を、吐き出すようにしておくと、これドッカーランで終わった後に後から、その、ここに、カレントディレクトリに出た、テスト結果とかを後から読めるみたいなのがあると思います。でメリットとしては、例えばこの -rm とかつけておくと、まあ、テスト実行後にそのままコンテナ削除できるんで、ゴミが残りにくいというのがあります。で、デメリットはパーミッション問題が発生しうるっていうやつで、ちょっとこれが、何回か出てきたやつですね。というのは、ホスト側の方と、ごめんなさい、うまく説明。はい。コンテナ側では、どっかだとコンテナ側では基本ルートで、ルートユーザーで動くんですけど、こちらがホスト側では、そのホストを実行する、ユーザーちょっと、わからない。というのは、例えば、ジェンキンスを動かすときだったら、ジェンキンスユーザーになってるかもしれないし、AWS だったら EC2 ユーザーとかになってるかもしれない。でも、コンテナで作られた、例えばさっきのテストレポートとか、諸々の成果物は基本ルートユーザーで作られるんですよね。その辺の不整合が出てきて、ちょっとパーミッション問題が発生しているというのが、あります。で、で、その辺の問題、例えばルートユーザー以外でテストを実行しなきゃいけない場合とかがあります。ちょっと、ごめんなさい、正確に思い出せないんですけど、確か Python の Postgre のテストライブラリとかなんかが、確かルートで実行しない、ルートで実行しちゃダメとかがあったりとか。あとノードの一部のモジュールとか Ruby やったかな、その辺のモジュールでもルートでやると警告が出るとか、そういったのが、まあ、いくつかあって、ルートユーザーでそもそも実行しちゃいけないとかがいくつかありますと。でもコンテナ内におけるホストディレクトリ、まあ、ホスト側のディレクトリってさっき言ったように EC2 ユーザーとかなったりとかで、どうなるかわからないんですよね。でその辺の、でもコンテナの中はルートやから、ちょっとその辺の不整合が起きたりとかがあります。で、まあ、そのもの、もろもろの問題で、ちょっとパーミッション系の問題であったりしますと。で、ワークアラウンドが、まあ、2つほどあるんですけど、まあ、1つは、別の場所に書き出す方式ですね。これだったら、テストユーザーっていうので実行しなきゃいけない。で、それを、バーテンプ、こっち側に、吐き出せるところに吐き出しておく。で、それをルートユーザーで、ルートユーザーでカレントに置くみたいなやり方があります。まあ、今そんな感じですね。で、もう一個が、テストユーザー、先にそのカレントディレクトリをテストユーザーとして、カレントディレクトリ、あ、チェンジオンでテストユーザーの方に変えておく。で、それを、変えておけば、あとはもう普通に、テストユーザーで実行できるんで、実行した後最後に戻すみたいな感じで、これは、何に戻すかは、引数で与えるみたいな、そういった感じで、まあ、ちょっとどっちも結構ワークアラウンドでちょっと悩ましいなっていうのが正直なところです。あんまり、正直お勧めできないなっていうのはあるところですね。
で、まあ、そもそもだからじゃあ、マウントとかせずに、別のアプローチ、実行結果をコンテナから取り出す方式はどうかっていうのは、まあ、Docker ランしてで、そのまますぐ落とすんじゃなくて DockerCP でファイルの中の、あごめんなさいコンテナの中のファイルを取り出すでその後 DockerRM するみたいなこういうやり方だ と、さっきのようなマウントの時のパーミッション云々とかは発生しないんでまだいいんですけどちょっと、まあ、その分いくつかのパターンが増えたり、ちょっとビルドのパターンが増えたりあとは、ゴミが、どっからで、とかこの辺でうまくできなかった場合ちょっとゴミが残ったりとかコンテナのゴミが残ったりとかいうパターンがあります。で両方ともちょっと悩ましくてそのマウントするパターンとこういうふうにコンテナから取り出すパターン悩ましいんですけど、僕の好みは今のところ、1番目のマウントするパターンで、が好みですっていうのはあんまりそのコンテナのゴミが残すのが好きじゃないんで Docker run の -rm ですぐ殺すのが好きなのでそっちをやってます。ただちょっとこの辺はもう少し改良したいなっていうところは正直なところあります。何かいいアイデアがあったいいアイデアがあったら、教えてください。これ、最後が、必要な通路と課題にする、まあ、ここはもう、さっくりいきますね。そんなに難しいところじゃないんで、いくつか僕たちの、ワークフローの中であったんですけど、まあ、アーカイブを S3 に上げるっていう、処理が入ることがありますと、まあ、そのためにいくつかその社内ツール簡単な内部ツールとか作ってるんですけど例えばデプロイのためにビルドしたアーカイブを S3 に上げるとかで、それあとは、静的リソースを、CDN 配信用にするためにやるとか、まあ、この辺のツールをやってますと。でこの辺のインファスツール、まあアップロードスタティック S3 みたいなそういうのを作ってるんですけどこれも、カナイズ、しています。で、例えばその、まあ、エントリーポイント作ってあとは Docker run でも、実行できるようにするアップロードスタティック S3 を実行できるようにするっていう単にもう Docker の皮をかぶせただけなんですよね。でこれなんでごめんなさい、これ何がいいかっていうと、このアップロードスタティック S3 っていうのを配備を考えなくてもいい、どうやって配備しようか考えなくていいっていうのがあります。でも、Docker run とか、まあ、Docker pull とかで、Docker pull ってやればもうこのアップロードスタティック S3 というこのバイナリーが、インハウスのレジストリーから取れるんでここが簡単になる。逆にこれやってないとじゃあこのアップロードスタティック S3 どうやって配備するんだっけとかがちょっと面倒とかがあるんで、もうそこも全部どっかに任せることによってかなり、そういう細々したことを考えなくてよくて楽になりました。で、そのような流れで結構どっかナイズしておくといろんなところで、まあ、実行環境とか含めて便利なことがだんだん分かってきたんで割ともう何でもどっかナイズしようとしてます。で最近ちょっとやってたのがデプロイジに必要な VPN 接続もどっかナイズしてとかやったりしてます。でどこで必要になったかっていうと例えば本番デプロイするときとかで、まあうちだと社内からのみ本番デプロイできるようにしてるんですよね。いろんなところからやらせるとちょっといろいろセキュリティ的にあれなんで社内からのみできるようにしたい。ただ、今までの流れだとその Docker って、AWS 上にスレーブとか立ったりしてそこで実行されることもあるんで、それだと社内からじゃない。なんで、まあ、一旦社内に VPN で、通してそこからデプロイするみたいなのを実行、実現したかったんでDocker コンテナ内で VPN 接続したりとか、そういったのもやってます。あとは HE テストとかで、ちょっと、Selenium 的なこともやりたかったんで、それを Selenium の実行環境とかも Docker 内蔵してとかをやってます。そういう感じで Docker を組み込んだ結果、どうなったかっていうと、ビルドタイムはが短縮されましたと。まあ、この辺とかはまあいいんですけど、ちょっとこの辺で、結構、スレーブ側でなんか、待ちっていうか、スレーブが詰まっちゃってうまくさばけないとかあったりとか、まあビルドタイムが結構増えて、もうちょっとなんかやっぱり嫌だなってなんで、どっかナイズして、いろんなことを、並列に走らせたり、なんかいろいろすると結構やっぱ早くなりました。というのがありました。あとは、まあ、CI プロセスがポータブルになるってのは、まあ要するにどっかナイズされてるんで、スレーブがどこでも動くし、まあ並列に走らせれるようなところは並列に走らせたりとかできる。なので、かなり楽になったっていうのがありますと。で、まあ、まとめですと。で、学んだことは、やっぱ CI がちょっと、
密接にそのうちらのワークフローに関わってくるようになっていくつか問題が出てきましたと、まあ、プルリクエストベースになってかなり、テストする対象が増えたんでそれの並列実行どうしようかとか、あとはいろんな、サービス増えてきていろんな何ですかね、環境テスト実行環境が必要になってきてそれのメンテ大変よねとかを、Docker が、解決してくれるようになりました。で、まあ、5つのキーポイントは、まあ、いくつかチップス、Docker にする際のチップスを挙げました。で、まあ、まとめとしてこの CI ってのは割と Docker を始めるのにいいスタートかなと思ってますと。で、プロダクションに入れるっていう場合ってなるとやっぱただ単に Docker にしましただけじゃないと思うんですよね。その監視どうすんのとかデプロイフローどうすんのとか結構割と慎重にやらないといけないところがあると思うんですけど、CI の、に入れるって、まあ、そこまで、そんなに気を使わなくてもいい、まあ、言い方あれですけど、まあ、プロダクションほど少なくとも、頑張らなくてもいい。でやってみてちょっとずつやってみたのができる。なんで割とスタートとしてはいいところかなと思ってます。で、まあ、CI って割と、まあ、だいぶ、結構どの会社でも割とやられてきて、やられてきてると。で、まあ、それを踏まえた上でもっといいやり方があるとかもあると思うんでその辺はいろいろ共有して、いきたいなと思ってます。ということで、まあ、一応お約束としてヌーラボではどっか立ち上げたい方を募集しています。ヌーラボではどっか立ち上げたい方を募集しています。大事なことなら2回言います。じゃあありがとうございました。